で、一応今はもう集会運動、はい、機上は再開させて、ただやっぱり1ヶ月半休んでたことによって他の子とかに比べるとやっぱり体力がちょっと、はい、現状まだ追いついてきてないので、はい、で半路入りっていうのはちょっと控えて、はい、周回でまず基礎体力を戻してあげるように、はい、どん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 乗り込み量を増やしていくっていう過程を今踏んでますね、はい、で以前に比べたら踏み込みっていうよりかは、まあ、ちょっと体力がまだ今ないので、はいはいはい、後半になるとばらけたりとかしますけれども、その以前の右ともの踏み込みの浅さっていうのは解消されてます。あ、よかったですね、はい、あとはちょっとこれから体力をどんどんつけていければって感じですね、まあ、この子に関してはイメージとしては夏からバンバンこう使っていくっていうようなイメージよりかは、この子の成長に合わせて、はい、ペースを上げていった方が間違いなくいい馬だとは思いますので、はい、まあ、冬場の間は本当に無理させずに成長が促せるようなトレーニングメニューっていうのをちょっと組み立てていければなとは考えますね。あとはこういう馬っていうのはやっぱり自分で燃焼しちゃうっていうか、やっぱ動く馬ってこう肉体をこうどんどん体を使っていっちゃうんで、その体を作っていくっていうのはちょっと難しいのは難しいですよね。こっちがセーブさせててもそれ以上に体を動かしちゃうっていうタイプなんで、まあ、なんで他の子がどんどん今販路は上がっていって、はい、どんどんこう筋肉とか刺激を与えていく時期ではありますけど、はい、まあ、この子に関してはどちらかというと体をキープさせながら、はいはい、心肺能力をどんどん高めていくような調教を組み立てていくところですね。はい、